1週間に考えると6、4ぐらいで6割ぐらいやっぱりストレングストレーニングをしてるわけですよ。その J リーグではありえない世界なんだけれども、試合に勝つためとか相手よりも力強く球際を勝つとかっていうことを全然目的にしていなくて、我々が作ってるのは試合という商品なので、これを皆様に見せてお金をいただくという商売なので、ガチッとしていなきゃいけないし、何なのこの人たちっていうのをまず見せないと興行として成立しないというのがまず第一点なんですよ。やっぱり未だに筋トレするとスピードが落ちるとか可動域が少なくなるとか言われてるじゃないですか。でも実際にうちのクラブの選手たちがもしそういう今言ったことが起きてるかって言ったら起きてないわけですよ。この過程を見る限りも初めての僕も経験だし、スポーツ界へのなんか提言になっていけばいいなっていうか今思いますね、はい。環境、まあ、見て分かると思うんですけど、まあ、この施設クラブハウスだったりこのグラウンド、まあ、あとサポート面でいうとスパイクだったりサプリメントプロテインとか、まあ、そういったトータル面とあと将来性を考えて UKC を選択した方が成長できるかなって思って選択しました。物流センターで起きているいろいろなことが彼らの成長に本当につながっていて、それが競技にもプラスになっているし、仕事をちゃんとしてお給料をもらうっていう世界っていうのをどっちかというと作りたかったんですよね。